X-45X-45AX-45 は、ボーイング社ファントムワークスがアメリカ空軍向きに開発していた無人戦闘攻撃機の概念実証用航空機。中止された国防高等研究計画局による統合無人戦闘航空システム計画の一部でもあった。X-45 は、 マクドネルダグラスの実験機 X-36 からの発展として開発された。X-45 は機種先端近くの配速に配置された小さな空気取り入れ口によって特徴を付けられている。六角形の薄い胴体から滑らかにつながる短冊系の翼と小さな排気口を持つ。垂直翼面は持たず、翼端近くのエルロンが非対称に作動することで、 方向だとして、働くだけでなく、エアブレーキとしても作動する。パイロットがいないこと、及びその付随装備が必要なくなることは、航空機のコストを劇的に低下させる。運用者は、X、X-45 を遠隔操作するが、基本的には自律飛行する。下部のウェポンベイを開いた、状態1996年の国防高等研究計画局と、 アメリカ空軍による無人戦闘攻撃機開発計画 u c a v a f が元となり1999年3月にボーイング社との間で2機の製造開発契約が結ばれた X-45A は概念実証用にスケールダウンしたものが2機製造された1号機は2000年9月に完成した X-45A 開発の目標は 敵防空施設を無人攻撃機によって制圧できることを実証することにあった。第一世代、U、カ株は、最初は遠隔操縦による空対地任務のために開発された。X-45A の初飛行は2002年5月22日に行われ、2号機はその年の11月に初飛行した。2004年4月18日に、エドワーズ空軍基地で、 最初の爆撃テストが行われ、成功を収めた。250ポンド誘導爆弾は目標をヒットした。2004年8月1日には、2機の X-45A を一つのコントローラーによって同時に、コントロールすることにも成功した。2005年2月4日の50回目のフライトにおいて、2機の X-45A は、上空待機のために離陸し、目標の出現に備えた。 X-45A は最適な位置、武器、燃料の状態を自律的に決定した。その決定に基づいて1機の X-45A は飛行コースを変更し、オペレーターは疑似防空施設への攻撃を許可した。最初の攻撃が成功した後、続いて出現した別の脅威に対して2機目の X-45A が攻撃を行い、これを破壊した。 これにより、未発見の敵に対する複数の機体による自律的な攻撃が可能であることを示した。テストの完了に伴い X-45A は国立航空宇宙博物館とライトパターソン空軍基地内の国立アメリカ空軍博物館に送られ展示された。X-45CX-45CX-45B は燃料を増やすためにより、 大きくデザインされ、さらに攻撃範囲を3倍に拡大するために X-45C がデザインされた。機種から翼端までが直線的な新しいデザインによって翼面積が増大し、ステルス爆撃機 B-2 スピリットに似たデザインとなった。3機の開発が予定された X-45C の1号機は2006年に完成の予定、2007年初めに 飛行デモンストレーションを行う予定であった。2010年までに、ボーイング社は、KC-135 による自律的な空中給油を完成させることを希望しており、様々な野生で X-45C のモックアップを披露していた。X-45C 計画は、2004年9月、DARPA から3機の開発とテストのために7億6700万ドルを受け取った。 また2005年7月には自律的空中給油技術のために1億7500万ドルを受け取った。2006年3月2日、アメリカ空軍は X-45 計画の中止を決定した。引き続きボーイング社はアメリカ海軍無人戦闘攻撃機開発計画の実証機に登機を提案していたが、 これは、ノースロップグラマン X-47 の前に、破れることとなった。X-45A、エースコンバット X にミッドウェー海域での、共同訓練中に F-4E2 機と同時に、出現。エースコンバット後ミッション 16A 砂漠の矢で出現。ステルス戦闘機と、軍用 UAV。 坪田敦あつカロス出版 ISBN48 億7149万8441ありがとうございます。